阪対徳島ヴォルティス第37節をご覧いただきます。さあガンバ、今日はリーグ優勝のかかった試合になりました。北澤さん、いかがでしょう。はい、今日はね、いつも以上に落ち着いてね、プレーした方がいいと思いますよね。本日の主審はマー・ターミンさんです。さあキックオフ、大一番が今始まりました。ガンバ勝てば自力優勝です。さあ立ち上がりはどうか。戻してオータ、アレックス、エトー、ディフェンス、つながりません。左サイド、はい、カット開いている。いや、さあシュート、キーパーを防いでいる。ピンチを逃れました。バックパス、前半の15分が過ぎました。あかん、やばい。左側混ざっています。自分で持っている。一人で抜き去る。このボール、斉藤、江藤、パス、木下、小暮。さあ前に誰がいるのか。繋がっていく。主審がファールを取りました。